これをゴルフクラブって思わないでもらって、鉄の塊だと思ってもらったら、どっち側にこう、この鉄の塊の重心はありますか？このシャフトを中心に見たら。こっちですよね。右側にあるわけです。常に。常に右側にあるわけです。こっち側にあります。まあ、ちょっとグースが入ったり、あと、所さんが考案したクラブとかはちょっとこっちにあったりするんですけど、ほとんどのゴルフクラブは右側にあります。ってことは、常に右側に倒れてるわけです。倒れてる。まあ、いわゆるこうやって普通に持ってもらったら、鉄の塊は右にあるわけです。これちょっと分かりにくいですか？分かりますか？右にあるものを皆さん、右のまんままっすぐ当てようとするんです。そうすると、ゴルフクラブは右にあるもの、右にあるまま、鉄の塊が右に重心があるものがそのまま振るんで、フェースはこう見てもらうとずっと変わらないというか、閉じれないんですね。閉じれない。こういう方が分かりやすいかな。こうずっと右にあるんで、クラブの重心が右にずれたまま振ってることになるんです。そうするとフェースはずっと開きっぱなしになるんですよ。それが多くのゴルファーがスライスする原因、単純に言うと。